おい、塾長さん。塾長さん、達筆ですよね、いつも思うけど。この塾長って時間、相当達筆なんですけど、いつも思うけど。え、ってか、え、黒人がいる。オーダーセレクト。黒人、1番。じゃあ、ET の黒人は大将だけど。これどうすんのこれ。お、クリスタ見てんのかな。いきなり苦しそうだけど。いきなり苦しそうだけど。ミックスだけ。おお。おいや。あ、見えない見えない。あ、来たな来たな。おお、おいしい。おい。さあ、クリスタ見て。おう。さあ、うざいぞ、結構。さあ。この人、うざい。せっ。さあ、かなりいい勝負になってる。で、当てにとか使ってもいいのよ。さあ、なんか、滑ってる。たくさん滑ってる。自然に決勝見てる。お互い決勝見てんな。さあ、変わったのは明日の仕事さん、ナンディ。今日はダーさんじゃない。さあ、ジョンフン、ちょばちょば、うざく言ってきても、うざく言ってるけど、これアンティに言うことなのか。うわっ、すげえ、ちょばちょば、高めっちゃった。これどうすんの。逃げてる逃げてる。うわっ、シティミスる。シー投げ。これうつ伏せだよ、うつ伏せだって。ほらさあ、ゆくちょうさんが勝つ。ウィナー、技が乱れているよ。ラウンド。さあ、3形態ジョン。これジョンがきついけど、これのびちゃん、のびちゃん、のびちゃんじゃないで、明日も仕事さんの3形がどこまでジョン対策をしてるかみたいな。おお、さあ、これ、タン来たよ。ベノム、あ、これ大失格じゃない。おお、ズーズーしい。さあ、おお、汚いな、今。ダブルサイク、次。さあ、いい勝負になってきた。ダブル、また続き。うわー、さあ、勝ったのは明日も仕事さんの 3K。 大将ザキヤマ、ヤマザキ、4ゲージある。お、奇跡にシャーして、うわっ、さあ、端に詰まった、端に詰まった。 3K のターンが来たよ。はい、最大ルート、あ、行くんだね。はい、ここは使っていく。減らねさあ、もう陸長さん後がないぞ。さあ、にゃーって勝ったのは明日の仕事さん。ゲームオーバー。これ、さあ、初期さんの業務が始まるぞ、これ。さあ、金もらって、金もらってる。ゲームをやってるだけで金持ってる初期。さあ、これ初期さんの業務がまた始まるぞ、これ。対戦するのがお仕事です。あ、やっぱ K ダッシュじゃないの、これ。攻撃終わったから K ダッシュでいいっしょ。おう、K ダッシュ、K ダッシュ。ちなみになんか初期さん、なんか俺当日予選抜けたんですけど、なんか初戦の相手は初期さんだったんですよね。なんか、バーサスのなんか司会と実況とかで潰し合って、なんか相当寒かったで、それ勝ち抜いても次なんかおじさんが近いんですよね。バーサスで固まりすぎなんですけど、あのブロックマジ終わってるよ。俺なんか出様の隣が良かったんですけどね。さあ、プロゲーマー初期、いけよら。あー、めくりがすめくりがす。さあ、おらーって言って、さあ、いくし、噛み合って、うわ、でっけ、ヤロースパイク後ろにでっけ、何このキャラって言ってる。さあ、それは文句出るでしょ、さすがに。
さあターン来た、菊さんのターン来た、恐竜弾させい、うまいな。はいはい、おっ、ザクだから隙がない、よく見てるが、うわー、次決めた。あーさあ投げ入ってこれ勝ったのかな、てかわざわざ難しいことやってる。さあ勝ったのはアスモお仕事さん。さあダイモン、ダイモン、ダイモンか。おう、なんか嗅覚を感じて聞こえてるかな。さあ腰に詰まってるぞ、これ作りそうだぞ。先生投げつえ。おお、さあ続き投げて、さあここが大外で締める。さあ勝ったのは初期さんのダイモン。さあ3形態ダイモンってこれまたニャーニャーじゃないのか、ニャーを当てて取るしかないよね。お、強気に投げる、ニャー、ガーギャン使って逃がさない、策を迫るが死に投げ暴れに負ける、ニャー、ニャーきついな、たくさんきそうだ、ニャーだけきそうだ。お、これはあ、無難に締めて、うわー、こんな強気な出し投げ、ベノム、まあ死ぬしかないっすよね。今大外すれば生き残ったかな、わかんねえな。さあクラークなんだ。なんでクラークなの、そんなキャラで大丈夫か。おりゃさあベノム、これニャーもニャーきついよ。おお、勝ったでしょ、あ、まだ生きてる、うわ。さあ初期が取り返す、まだ任務は続いてるよ。これさきつくね。これどうすんの、これ読み合いしかないよね。おお、うまい、うわー、ダメージソースが違うよ。あ、ミスった。さあ来たよこれ、うわー、ミスったが、まだある、まだまだある。さあなんかギリギリしてるな、いつ読み合うのか、いつ読み合うのかこれ。さあ、なるく杖、あ、これは、はいはい、え、走り込んだ、うわー、うまいが、まだ残ってる、うわー、すげー、突起、これがプロか、これが業務です、プロ。あ、初期さんが台揺らしてる。さあアマチュアには負けらんない。さあ君たちあれでしょ、アマチュアの大会でなんか5つ負けでしょ、俺プロだからみたいな、そんな感じですね。衝撃とか優勝してる小津とかいう選手がいるんですけど、君たち初戦アマチュアの大会で優勝しただけでしょみたいな、直さん言ってましたからね、この前。いや言ってないですけど、本当は言ってないです、本当は言ってないけど、でもそんな顔してましたよこの前。覇者分からせたみたいなさ、なんかスパツ X でなんか覇者分からせたみたいなさ、君たちあれでしょ、アマチュアの大会で優勝しただけでしょみたいな、なんかやばいっすね、たくさん。さあ出てきた、佐久間出てきた、裏竹出てきた。さあこれベニマル対池田氏、おう、いきなり突き、あーもうベニマルきそうなんだけど、ベニマル相当きそうなんだけど、もうさあなんかペース取り戻した、あーなんか噛み合ってんな、イチさんきそうだな、イチさん誰、明日アズニャンをペロペロしますからかな、これ多分アズニャン。さあベニマルこれだ、ふい、
わー、サンクティックパンしてんだ、この人。あ、パンチ返す。走りかね、読みが違うな、さすがプロだよ、これ。なんか、直近とか、人間性だけで勝ちにいってるよ、このプロ。やべえな。な、梅原的だな、これ、マジで。ニュートラルで待つ理由とかさ、あんなありえねえから。そう、ジャンプとは強え、噛み合った。さあ、スパキャンして、ブラックアウト。距離たくを迫るがガードされる。初期のターンが続いてる。さあ前を離して、前を離すけどガクラッシュがちょっとないな。が勝てそうだな、無難に。うお、噛み合った。さあ勝ったのはアズニャンをペロペロしますさん。さあ裏タク対 K ダッシュ。さあ相取りがだけできついが、ぶっぱ前転からてか読みを無理やり通すな、このショックというプレイヤー。さすがアマチュアとは違うってことか。さあミスる、冒険ミスるか、冒険冒険かちまってる。老害プレイヤー光るな、これが老害前の立ち回り。また塾長さんが CC になって言い出した。塾長さんが CC ね、やなんかやばいっすよ。え、ハサ来た、ハサ来た、マジでハサ来た。ハサどこにいんの。あ、ハサの頭が見える。あ、来た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 、ハサ来た。ハサなんかのそのそ歩いてんな。さあ覇者、どこ行ってるうちに、おお、さあロボキャンコンボ入れて取り返すが、家時間なくなってきた。食べて食べてる。あ、放出する。ここはこれダイモン、ダイモン、ダイモン対マチュアって、これヤバくね、ダイモン側が相当。おぉ、うまい、なにこの人。あ、なんか強くに行ったっぽいけどミスった。うわー、あー、これ実際のターン来ちゃったよ。うわ、マジうまい、プロか、これがプロの力が出た、これ。ゲームオーバー。